中年オタッキーです。いつも夜に撮影してるんですけどね、今日待ちぼうけを食らってまして、今午前10時50分なんですけど、荷物の積みが2時からだと、14時からということで待ちぼうけ食らってるんですよ。でも今夜はね、もう時間がないなと、間違いなく走りっぱなしになるんでね、今撮影しております。今日のネタはね、こいつなんですね。はい、久しぶりに出てきました。これね、香川県の勝高様から提供いただいたカメラになります。オリンパスペン FT ですね。結構欲しがってる方は多いと思うんですがね、ハーフカメラの一眼レフカメラということでね、ちゃんと動くんですよ。本当にね、いただいて、何の問題もなく動いてる。で、今回はこのフィルムロモグラフィーのファントム8ですね。超微粒子低感度のフィルムになるんですけども、ファントム8ということでね、 ISO たったの8なんですけど、で撮影してきました。狙いはというと、まあハーフカメラでフルサイズの画質を欲しいと。 ISO 8ということで、そのシャッタースピードが遅くなったり絞りが開いたりするということもあるんですが、それ以上に微粒子ということで、果たしてこのフルサイズにね、近づくね、写真が撮れるかということを今回やっていくわけなんですけどね。まあちょっとね、いろんな、あれがありますがもうね、ツイッターとかで見てる人は知ってると思いますが、このネタでやっていこうと思います。それでは動画スタート。まず久しぶりに登場する、オリンパス10 FT ですね。まあ久しぶりに登場するんで、どんなカメラなのかっていう紹介をしていきましょうかね。まあハーフサイズのね、一眼レフカメラっていうのはもう皆さんご存知の通りということで、舞谷義久さんが設計したカメラになりますね。1966年10月、まあ昭和41年の10月に発売ということで、オリンパスペン F の外観を変えることなく TTL 露出系を内蔵したモデルです。カメラを被写体に向けると、セットされているシャッタースピードに応じて適切な絞り番号がファインダーに表示される DTL ナンバー方式の露出制御システムを採用。で、この他1回巻き上げ変更、セルフタイマーの内蔵など様々な改良が加えられました。価格は 39,800円でしたということですね。これオリンパスペン F はね、露出系がなかったんですね。露出系内蔵なしで、巻き上げがね、2回巻きだったんですよ。それがね、1回巻きに変更になっております。でね、露出系はね、ナンバー方式って言ってね、ファインダーを除くとね、左側にね、0,1,2,3,4,5,6,7 って数字が振ってあるんですよ。で、その絞り値に合わせて、このレンズにね、これね、番号があるんですね。だから F 値をね、その番号にしてあるんですね。これ多分ファインダーの中の表示を簡略化するためだと思うんですよね。11とか16とか2桁表示すると字が細かくなってしまうんで、その番号にしたんではないかと思うんですけど、カメラ通の人にはこれがちょっと余計に分かりにくいというね、システムになってます。で、TTL ではありますが、全面平均速攻であって、露出系はそんなにね、役に立たないと思うんで、別になくてもいいかなって思ってるんですが、ないと困るっていう人も、まあ、いることはいるんでね、それはいいんだと思います。ちゃんとね、精度が出てればの話ですけどね。で、ついてるレンズはね、38mmF1.8 です。開放 F1.8、最小絞りは16になってます。これハーフカメラということでね、このレンズ 38mm はちょっと長いっていう感じになりますね。だいたいね、焦点距離、フルサイズに比べると 1.5 倍になるので、まあ、55-6mm になってくるのかな、フルサイズ換算すると。ちょっと長いなっていうね、印象で。まあ、他のレンズもね、選ぶこともできるんですが、例えばね、もうみんなわかってるんですね。20mm とかのレンズもバカみたいに高くなってるんですよ。もうないんでね、これね。よっ。このマウントなんですけどね、このマウントのレンズがもう他にないということで、 20mm とかの広角がバカ高くなっています。もうこのレンズの長さだとね、ポートレートレンズといっても過言ではない長さになりますよね。で、よく知られているようにね、ミラーがね、通常の一眼レフカメラフルサイズはね、こう縦に動くの、これ横に動くんですね。で、シャッター膜はロータリー式ということで、非常に特徴のあるものになっています。まあ、ロータリー式って言ってもね、これね、動いてるの見てもね、ロータリー本当にね、回転してるのかわかんないんですね。どういう風になってるのかちょっと僕もよくわかんないんですが、
うん、でも巻いてもね、シャッター幕が動かないんだな。うん、普通のね、フォーカルプレーンシャッターって言ったら、そのフィルムを巻き上げるとね、シャッター幕が移動してるのがわかるじゃないですか。でもこれはもう、これ移動しないんだな。どうなってるんだろうな。ほんと、バラさなきゃわからないけど、バラすのは怖いんでやめますけどね。で、今回ね、ファントム8、ロモグラフィーのファントム8で撮影してきました。これ以前ね、ドリームロコモーティブ様から提供いただいた、フィルムになります。結構高価なフィルムなんですね。本当にいつもありがとうございます。で、今回はね、まあ、最近よく言ってるんですけどね、結構ね、疲れ溜まってましてね、巻きが失敗したんですね。巻きを失敗したのに、巻きうまいこと言ってると思ったんですけど、なんていうんですか、同じ溝にね、この、片溝式でやったんですけど、同じ溝に結構入っちゃってて、手触りで分からなかったんですね。で、結構大半の、カットをダメにしてしまって、で、流れが悪くなって、他のカットもね、現像液がうまいこと回ってないっていう状況なんですけど、まあ、どうにか絵になったっていうね、カット。まあ、一応ね、72枚撮れましたんで、これ、普通のハーフカメラに比べるとね、無駄に、横長なんで、ここがね、ペン E とかだともうこの辺にね、そのスプロケットがあるんですけど、これはどうしても横長なんで何枚かね、無駄になるということで、72枚しか撮れなかったんですが、72枚中の、20枚ぐらいかな、20枚ぐらいのどうにか見れるかなっていう、カットになったんでね、その写真をね、ここから紹介していきます。まあ、作例になっていきますが、できればね、その以前紹介した、ニコン F および F2 と同じカット撮ってたんですけどね、それが残ってたらよかったんですが、まあ、とりあえず作例を紹介してまいります。はい、作例の紹介なんですけどもね、まともに映ってたカットはご覧のようにファントム8らしいね、非常にハイコントラスト、高、超微粒子というね、素晴らしい映りになっております。これフルサイズに比べるとやはりね、拡大表示するとちょっとやっぱ甘さが目立つことになりますね。これはもうハーフサイズの宿命ということなんですけど、今回そのね、超微粒子のね、ファントム8を使うことによってフルサイズの ISO100 ぐらいの解像度にならないかなって期待を込めていたんですが、やはりやや及ばないという印象になりますね。まあかなり接近することはできたかなっていう感じではあるんですけどもね、それよりもね、その現代のカメラ、フルサイズカメラで撮ることより難しくなる、露出系が例えば使えないとか、そっちのデメリットの方が浮かび上がってくるかもしれません。あとファントム8ね、なぜか知らないけどね、ほとんどのフィルムがね、カールが非常に強くてスキャンも難しかったです。で、ちょっとこれ露出アンダーに撮ったんですが、会長が出てないのがよくは、これもそうなんですが、会長はね、やや不足気味、やっぱコントラストが高い、コントラスト重視のフィルムっていうことがよくわかりますね。会長を豊かに撮りたいんであったら、バビロン12とかの方がいいかもしれません。まあ、ファントム8のね、売りとして超ハイコントラストということがあるんで、コントラストが高い超微粒子の、フィルムを使いたいっていう人はね、ファントム8、すごくいいと思うんですがね、露出も難しい、ラチチュードが狭い、ということもありまして、まあ、超微粒子である利点を生かすのであればいいんですが、欠点も目立つフィルムであることには間違いないです。これはね、もう撮影者の腕とかね、現像のね、腕とかにもね、よるんですが、自分で現像される方だったらいろんな調子をね、コントロールして試していくということになるんでしょうが、まあ、結構上級者向けのフィルムになっていきますね。で、今回も分かったようにね、カメラもかなり上級向けになっていくんですね。これ、シャッタースピードはね、マックスで500ぐらい、500分の1なんですけどもね、高速で切れないということで、低感度のフィルムはまあいいじゃないかということになるんですが、このカメラもちっちゃいですしね、ロータリーシャッターの振動も結構大きいので、あんまりスローで切ってもね、手ブレが起きるとかね、そういうのもあるんでね、まあ、難しいものになっていくと思います。ハーフカメラたくさん撮れるという利点はあるのですが、どうしても眠たい写真になりがち。まあこのカメラはね、レンズの解像度的にはね、他のハーフカメラよりも群を抜いているのですが、やっぱりフルサイズには一歩及ばないかな、という感じになっていきますね。
はい、今回のね、作例紹介、カメラ紹介はこんな感じになってきます。でね、次回はね、ちょっと期待。まあ、これね、ヤシカハーフ17なんですけど、まあ、ペン FT は一眼レフカメラなんですけどね、これは目測式のハーフカメラになるんですね。で、何が違うかって言ったら、こいつはね、富岡光学のレンズなんですよ。ヤシカのレンズなんでね。32ミリだったかな。うん、32ミリの F1.7 っていうレンズがついております。ヤシノンですね。で、このレンズでね、同じようにね、写真を撮ってきたんですよね。で、次回は、全部一応ね、現像成功しております。ややちょっと過現像になりましたが、成功しておりますので、フルサイズ一眼との画質を比較していく動画になっていきますので、まあ、こうご期待ということで。あと、うまいこと現像が上がったところの、ペン FT との比較もちょっとできればやっていこうかなと思います。まあ、カメラ対決ということなんで、カメラ4台取り切ってね、ほとんどが失敗してしまったという失態をさらしたという、これね、本当にね、半年ぐらいかかったんですがね、もう本当がっかりしています。もうちょっと落ち着いて仕事しなきゃいけないですね。まあ、この仕事でね、疲労なくやるっていうのはかなり難しいんですけどね、もっと落ち着いて現像やんなきゃいけないですね。うん、はい、今日はそんなわけで次のね、コーナーは視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナーなんですけどね、ちょっと一番最初にね、ちょっとお願いがございます。中年オタッキーの本赤の DM、 まあサブの赤もそうなんですが、ものすごい今混雑しております。で、本赤の方にはね、作品投稿の DM 以外の投稿はね、ぜひやめていただきたいと。もう投稿の DM がぐちゃぐちゃになってまして、で、あの、できればね、一度投稿して修正の投稿もできれば勘弁してください。熟考してから DM を送ってください。本当ね、ものすごいことになってる。今もうどのぐらいの街になってるかわからないんですが、で、今回紹介する5名なんですが、実は前回紹介しなきゃいけない順番だったんですが、もうぐちゃぐちゃになって、本当わけわかんなくなってますんで、ちょっとね、今回紹介する方、一回ずれましたが申し訳ない、ちょっと紹介していこうと思います。5名の方全員一回を、丸々遅れております。すいません。でね、トップバッターは1都市9さんですね。これも11月3日の投稿になってるんで、2週間以上待ってもらってるんですね。写真撮っていたら園児がバスに一斉に一退避をしました。不審者扱いですね。いつもの公園。ということで、タイトル、いつもの公園。ニコン F フォトミックオート 50mmF1.4 カラープラス200、2枚目が裏の石積みということで、ニコン F フォトミック、カラープラス200、どちらもカラープラス200で撮影しておりますね。でね、いつもの公園ということなんですが、非常にカラフルなね、色のね、遊具が映っております。これ、大和海浜か。大和海浜両口っていうね、公園になってますね。非常にカラフルで遊具が映っております。で、2枚目の写真が非常に印象的に写っております。石積みということで、これはなかなかいい写りになっておりますね。もうちょっと空も入れてもよかったかもしれませんが、まあこれはこれでいい感じなんだと思いますね。はい、一としげさんありがとうございます。次はね、秋潤さんの作品ですね。おたけさんこんばんは。写真2枚投稿します。ミノルタハイマチック 7S です。フィルム購入時についてきた2003年期限切れ富士スペリア400です。 ISO 100にして映らないだろうと諦めながらシャッターを27回切りました。1枚目リリシーコマ犬、2枚目がね、稲荷の素敵な影か、ハイマチック目当てでしたが、付属感覚のハイマチック目当てで、付属感覚の 7S でしたが、使いやすくかっこよく楽しく撮影できました。まさかって、坂はないって聞きますが、正直、映ってると思わなかったので、残り何個か早く使おうと思います。ということでね、1枚目からいきますがね、これね、ISO 400のフィルム100にして撮ったということでね、まあ、期限切れで感度が落ちてること、十分な写りになっておりますが、やはり色転びはしてますね。色温度がちょっと上がった感じになりますね。でも、流浄感はね、そんなに出てなくて、特に2枚目なんかね、色がね、色温度が上がったおかげで非常に面白い写真になってると思います。でも赤はしっかり出てるんだよな。
これ不思議な仕上がりになってますね。まあネガということで色は後から補正が入るということもあるんですけどね。はい、秋津さんありがとうございます。次はね、LP500S さんの投稿ですね。おたきさんこんばんは、お疲れ様です。毎回動画楽しみにしております。コンデジで投稿です。撮影場所動物園、小規模な遊園地にある路面電車を撮影。カメラ リコー GRD4。オートで撮影、1000万画素 CCD センサー、ハイコントラストで撮影しました。もう少し寄って撮ればよかったでしょうかということで作品なんですけどね。うん、まあこれは前景を映すっていう感じになるんですけどね。作品にするんだったら確かにもっと寄って撮った方がいいかもしれません。結構クローズアップして一部分を切り取るっていう撮り方がオタッキー的には好きですね。もう部品の一部をドンって撮ったりね、車輪の一部をドンって撮ったりする写真が好きですが、まあこれはこれでいいんじゃないかと思います。よく言えば構図がもうちょっと後ろすぎるかなって感じですかね。コントラストはハイコントラストで結構いい調子で撮れてると思います。はい、LP500S さんありがとうございます。次はヘボさんさんですね。おたきさん、いつもお仕事&動画編集お疲れ様です。久々に作品投稿します。今回は3枚組作品でお願いします。残念ながらフィルムではないのですが、作品名、路地裏。カメラ、パナルミックス GX7 マーク2、レンズルミックス G1232F3.3 から 5.6。L モノクロームモード。今年春に尾道に出かけた時に撮影してきました。同行者がスイーツのオーダー待ちの時間に一人でブラブラ撮影したものです。ライカ風と L モノクロームで撮ってみましたが、コントラストが高めに出ていて路地裏の雰囲気がよく出せたんじゃないかなと思います。今度はまたフィルムで撮ってきたものを送ります。よろしくお願いしますって作品なんですけどもね。これも本当にね、日常スナップっていう感じでね、平凡ではあるんですが、光がないのが逆にこれ雰囲気が出てるような気がします。ちょっとクラシカルな雰囲気になっておりますね。この縦位置のね、自転車、バイクカバーをかぶってるバイクとかね、生活感がね、非常に出ている写真になりますね。で、一番好きなのは3枚目ですね。山猫カフェさんのね、看板を撮ったものですがね、奥行きが出て非常にいい写真になってると思います。カメラパナソニックということでね、おそらくマイクロフォーサーズであると思うんですが、これね、若干ボケ感も出て、非常にいい感じになっておりますね。で、デジタルで撮影したのにね、結構フィルムチックに映ってるんですね。これが不思議なところですね。まあデジタル処理でね、フィルムチックになっているんだとは思いますね。ヘボさんさん、ありがとうございます。次はね、ケンちゃんさんの投稿ですね。作品投稿です。ヤシカ FR2 ML50mm F1.9 めちゃめちゃ使いにくいカメラ。ダイヤルが A しかない。あとは稲妻マークだけ。そのくせ巻き上げレバーを戻すスイッチも戻ってしまう。シャッターを押すと AE が切れない。コダック GB200 だけど、あ、ゴールドね。コダックゴールド200だけど100で撮った方が良かったかも。あー、露出系狂ってるんですね。2枚目はね、2年ぶりに電車に乗りました。長かったです。ルミックス FZ100、奈良町界隈です。絞り F8、80分の1、ISO1000、この日は歩きすぎて1万5000歩超えです。筋肉痛が怖いということでね。作品なんですけど、1枚目のね、ヤシカ FR2 での写真ですが、確かに若干アンダーに映ってると思いますがね、これもっとアンダーにして、電車を窓だけにするとかね、そういう手法も使えたかもしれませんが、それはモノクロチックかな。で、2枚目なんですけど、2枚目はデジタルらしい写りですが、これはもうちょい寄った方が良かったかな。手前のね、光の部分はいらなかったような気もしますが、まあ、これはこれで、いい色で写ってるんでいいかなとは思いますね。ケンちゃんさん、ありがとうございます。今日はここまでということでね、大変失礼いたしました。次はね、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日はね、東京オフでね、広田直隆さん、鉄道写真のね、神様みたいな人なんですけど、その人のね、コダックブローニーホークアイっていうカメラをね、写真をね、投稿していただいたということでね、で、その内容でね、通信文が非常に気になるという、投稿がたくさん寄せられましたので、その通信文の内容を読み上げながらカメラを紹介していこうと思います。
コダックブローニホークアイ、樹脂製のイージーカメラ、1951年から1960年に製造された620フィルムの樹脂製カメラ、金属的に光るフラッシュの傘も樹脂もできている。樹脂でできていく。そうなんですね。シャッター絞り、距離調整なしの固定式、単玉、戦後 GI が街で手にしているのをよく見かけた銀座などでということですね。樹脂製カメラはその後小西六がコピー、より小型化して発売。シャッターはバルブ25から200、距離絞りもあり安価でよく撮れると評判になったコニレットというカメラですね。富士フィルムも簡単カメラの思想を頂戴した。カメラの外部は樹脂ではなく紙製、映るんですというネーミングで爆発的に売れた。まあ、これは、今元祖映るんですね。愛称はホーキーって言ったらしいです。へえ、それ知らなかったですね。購入は1988年、渋谷パルコ地下の雑貨店で、あの頃の GI たちの笑顔を思い出しながら購入。戦後の日本のカメラは全て模倣だった。高級カメラにおいてもニコンをはじめとするカメラの中身は全部ライカの模倣だった。日華レオタックスは外観まで酷似していた。ニコンは指摘を避けるため外観と画面サイズを変更した。カメラ業界はビクビクもの。しかしドイツ、アメリカなどは大人対応した。日本はいい気になった。ここに世界のカメラ業界の地図の塗り替えにつながる要素があった。勝手にディズニーランドを作った隣国をバカにできないっていうことですね。ホークアイはフィルムを意識するカメラだ。日本カメラ社の調査ではおよそ100種類のフィルムを入手可能というが、ホーキーに合う620は簡単に手に入れることは難しい。専門店で入手困難な場合は120フィルムを巻き直す必要も生じる。こうした作業も行えば嫌でもフィルムを意識するはずだ。その場合、細身のスプールは最低2個必要になる。単玉カメラで大量生産した元祖はコダックの通称ベスタン。手軽にポケットにも入る、小型カメラでベスト版フィルムを用いる単玉のカメラだったのでこの愛称で呼ばれている。私も2台所有。1台は評論家の秋山千恵子先生から、父君が愛用していたものをいただいた。一時日本ではこのレンズを外して一眼レフに装着撮影することが大流行。ソフトな写真が街に溢れた。単玉を安価に選ぶなら100均で虫眼鏡を購入し、症状などを保管する、噛みつつ先端に取り付け、蓋の部分をヘリコイドにしてカメラに合わせると出来上がる。接着はとりあえずテープで十分。600円ほどでノリのベトつかない配線用テープが Amazon などから入手できる。描写はベスタンよりもはるかに、清々しくクリア、味付けは手製フィルターでいかようにもできる。絞りの形もお好み次第。オールドレンズは買うだけでなく味わいは自ら作り出すことが可能。アクティブな趣味にでもあるのだ。私は40年ほど前にシノゴカメラでドライフラワーや室内模様を撮影したが実に美しかったということでね、2021年10月25日広田直隆というね、コメントをいただきました。今回のカメラね、一応コダックホークアイというカメラですが、ベスタンとかもね、紹介していただきました。最近でもね、そのデジタルのミラーレスにベスタンフード外しっていうのがね流行っててね、ソフトな調子で撮れるということなんですが、私はやったことがないんですけど、一応ねベストポケットコダックだったっけ、見た現物を見たことはあるんですよ、骨董品屋さんでね。まああまりにもボロボロだったんで入手しようとは思わなかったんですが、僕はどっちかっていうとね、そのカメラの状態で、そのレンズを移植してっていうやり方はやらない方なんですけど、まあ100均の虫眼鏡とかをね移植してカメラでね、ミラーレスとか撮るのはちょっとやってみようかなって今一瞬思いましたね。広田直隆氏、さすがということで、なかなかね写真の世界をね隅から隅まで楽しんでる方だなと思いましたね。はい、今日は、広田直隆先生のコダックホークアイですかの紹介になってまいりました。はい。はい。あとちょっとのところで救急車が来てちょっと動画つなぎましたが、今日の動画はこんな感じです。いかがだったでしょうか。ちょっとルールを変更したいと思います。特にね、うちの近所のカメラ屋さん、写真屋さんコーナー、というのがあるんですが、投稿がほとんど来てないんですけど、先日投稿が来たんですが、一応ね、そのカメラ屋さんね、写真店さんに許可をいただかないと、紹介をしないっていうことになってるんですけども、許可なしで送ってください、ネタはね。で、こちらが交渉します。だから近所のね、フィルム屋さん、写真屋さん、カメラ屋さん、のね、ぜひ紹介していただきたいという方はね、外観
とかをね、写真で、送っていただければ私が交渉します。で、そのお店の内容の記事はぜひともお願いします。何がいくらで安いとかね、どんなものが置いてあるとか、どんなサービスがあるとか、店員さんはどんな感じだとか、そういうね、記事を投稿していただいて、その内容をね、こちらが交渉いたしますので、ぜひともね、投稿いただければと思います。みんなでね、フィルム写真を盛り上げてね、フィルム写真がね、根絶していくことないようにというね、頑張っていきましょう。はい、今日の動画はこんな感じになっていきます。いかがだったでしょうか。高評価、コメント、どしどしお願いします。高評価の方もポチッと押すだけなんでよろしくです。コメントの方ね、もう全然追いついてないですが、頑張って返していますんで、ご勘弁くださいませ。で、チャンネル登録の方なんですよね、ぼちぼち増えていっておりますが、まあ、5000名到達しましたら、カメラプレゼントでね、カメラ A1 のプレゼントとかもありますので、チャンネル登録してお待ちいただければと思います。はい、今日の動画はここまでになっていきます。ちょっとね、疲労が重なってるオタッキーで、まあ、ライブもね、ちょっと自分的にもね、キレがないなと思いつつも、まあ、なんとかやっていかなきゃなと思ってやってるわけですが、まあ、その辺はね、ちょっと疲労抜きながらということなんで、ご勘弁くださいませ。はい、次の動画で、また次の動画でお会いいたしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。ごきげんよう。さよなら。